県は今日来年度の一般会計当初予算を発表しました。その規模は1兆3644億円と過去最大で、新型コロナ対策には98億円が投じられました。新型コロナというのは、まあ管理のあの一番の今の,あの柱でございますから、ここにお金を惜しむってことはできないと。 過去最大となる1兆3644億円が組まれた来年度の一般会計当初予算今年度と比べて550億円増えた主な要因はやはり新型コロナでおよそ908億円の関連予算が計上されました医療提供体制の整備や3回目のワクチン接種におよそ685億円 中小企業の資金繰り支援に124億円余りを当てます去年、県内を襲った災害を踏まえた予算も組まれました浸水被害を防ぐための河川の土砂撤去などに40億円が土石流被害のあった熱海市伊豆山地区の復旧と森戸の規制強化には合わせて 2.4億円ほどが当てられています。今回の予算案を何予算と名付けますでしょうか。幸せを作る予算です。川勝知事が県民の幸せを作るためと語った来年度予算。そのベースとなるのが岸田政権も掲げるデジタルガーデンシティです。デジタルガーデンシティの まあ言ってみれば静岡版であります。けれども我々の方はですね、広い暮らしの空間を提供できると、有事負のもとに、ま生活空間倍増と言ってもいいと。デジタルガーデンシティは地方のデジタル化を進めて、地方と首都圏の格差を縮める構想です。県は西部、中部、東部、伊豆で四つのガーデンシティの形成を目指していて。 それぞれの地域づくりや発展のための予算が散りばめられているといいます。デジタルガーデンシティは川勝知事が掲げてきたポスト東京時代や静岡時代の鍵を握る構想といえます。これ川勝カラです。生活の55年体制のこれを終終止符打歳入の3割以上を占める県税は。 経済の持ち直しによる企業収益や給与の増加によって、今年度より340億円多い4810億円を見込んでいます。